ゃあちょっとですね、グリーン周りの何でもないアプローチをちょっとやってください。もう5ヤード、10ヤードです。はい。うん、まあちょっと怪しいですよね。うん。うん。怪しいですね。うん。あ、でも、いいですね。はい、OK です。じゃあちょっとですね、最後に、まず、まあ、例えば、以前中西直人プロに、イメージを下からこう、上にっていう、イメージのアプローチは、もちろん、中西直人プロの場合は上からぶっ刺し系だったんで、まあ、ああいう風に僕はレッスンしたんですね。で、ただ、それがもちろん全部じゃないです。アプローチはもういろんな技術があるので、まず一つ考え方としては、まあ僕の師匠の佐藤豪平プロが、まあ昨年、年末に亡くなったんですけど、豪平さんが僕に常に言ってたのは、絶対にダフっとけってずっと言ってたんですね。とにかくダフらせろとしか言わなかったんです。で、それ以外は僕には何もアドバイスしてくれませんでした。とにかくダフらせろと。で、それを僕は長年、すごいダフらせるように練習してたんだけど、全然ざっくりも出るし、トップも出るし、まあ全然わかんなかったんですね。で、それから自分なりにいろいろ研究しながら自分なりの技術は身につけていったんだけども、まあ数年前にうちの若い選手たちが、僕の師匠のところに習い行きたいということで、水橋 TV でも追っかけていったりとかして、そこで豪栄さんは、その若い女の子たちに、初めて僕に言ってくれなかったことを丁寧に教えてたから、ああ、豪栄さんもだいぶ年取ったんだなって感じてたんですよ。若い時は全然教えてくれなかったんで。で、その時に、やはりその、バンスの使い方と、クラブの入れ方みたいなことを丁寧に練習してる時に、その時に、ダフっとけっていう表現だけだと、わからない。どういうことかというと、構えたところにクラブを落とせってことなんですね。わかりますか？構えたときはクラブはボールに触れてません。わかります？でもアプローチの苦手な人っていうのは構えたところに落とすんじゃなくてボールに当てようとしちゃうんです。わかります？構えたところに落とすからクラブがボールに触れてない限りは基本的にはボールに当てないんですね。なので、この構えたところに落とす技術が、豪栄さんが言ってるダフらせろっていうことなんじゃないかなと、もうなくなってしまったんで、聞けないですけど、僕なりにはそういう理解なんです。なので、今見てると、カツンカツンってボールの音をしてるんですね。で、アプローチの本当に上手な人って、こう、バンスが当たる音が、バンスがこう当たる音が、すごくするんですね。なので、ぜひですね、この曲の言ってしまうと、ボールを打たない。打たない技術。バンスをここに当てる技術を身につけてほしいんですね。で、その当てるときに大事なのは、芝の長さとか、ボールのライとかじゃないんです。何だと思いますか？はい。クラブを回す。全然関係ないです。バンスを当てようとしてアプローチを、まあ、今週も今男子ツアーやってて僕サポートできましたけど、やっぱり今週は今平修吾くんと練習ラウンドして、で、先週は片山慎吾さんと練習ラウンドしたんですけども、うちの選手がね、やっぱり共通してるのはバンスの当て方がめちゃくちゃうまいんですね。うん。で、その時にバンスを手前に当てると思った時に、大事なのは地面の硬さなんです。地面の硬さ。地面がめちゃくちゃ柔らかいときは、バンス当てに行ったら入っちゃいますね。うん。でも硬いときに、レベルからバンス当てたら跳ねちゃうんです。だから地面が硬いときはある程度、上からバンスを当てる。柔らかいときは横から少しバンスを滑らせるっていうような感覚でやると、すごく簡単なんですね。うん。で、もう一つは、バンスを当てるって考えたときに、
サブちゃんの構えはバンス当たんないんです。先に歯しか当たんないですね。だからバンス当てようと思った時は、当然ちょっとフェースは開かなきゃいけないのと、できるだけ、こういう感覚が欲しいんですね。はい。まず。なので、まあ言っていいと思うんですけど、片山慎吾さんは、アプローチの時は、よりこうするんですね。そうすると、バンスを当てるイメージが出るんですね。はい。通常はこうやって構えてても、バンカーの時は、ここを当てられるような構えに、やっているように僕は見えたんです。これ、シムさん見てたら怒られるかもしれないけど、僕は見えたんですね。それは、シムさんには聞かなかったです。でも、明らかにアプローチだけ、ちょっとこう。だから、それは僕の解釈だよ。全然お前違えよって言われたらごめんなさい、ごめんなさいなんですけど、僕の解釈的にはバンスをうまく当てたいから、こうしてたのかな、みたいな感じがするんですよ。わかります?だから右手がこう、こうやって被って、こう右手の角度を作って、こんなことやったら、ボールに直接当たるか、当たっても強く出ちゃいますね。でも、こう構えてたら、バンスがこう当たりますよね。だからこのバンスをこう、構えたところに当てるってことを、ぜひ理解して練習してもらうと、すごくアプローチが簡単になりますし、ボールにうまく打とうっていう発想を持たなくなるので、非常にアプローチが楽になります。その右手の、巷で言うとその右手の角度をキープしてってよく言われる。はい、はい。そこまで気にせんの?キープしてません、実は。しなくていい。はい。もう、キープしてないですよね。ただし、よく言われる、何でもないランニングアプローチは、こうやってるケースもあります。だから、この右手の角度をキープして打つっていうのは、もう何でもないランニングアプローチではいいかもしれないけど、でもそれでもやはり、こうやって構えることによって、歯が当たる危険性があるので、やはり、ちょっとこうバンスをこう使って当てられた方が、僕は簡単だと思いますね。はい。だからちょっとだからその、こういうイメージじゃなくて、こういうイメージ。こう当てる。はい。なので、あんまり極端にこう手が、こう出るっていう、こういうアプローチももちろんありますけども、手が出すぎると、やっぱりこうざっくりの危険性があるので、やっぱりこうバンスをこうちゃんと当ててあげる。今の音が正解。今の音が正解です。こういう音が正解。わかります?そうすると、フェースに乗っかって、こうスピンがかかってる感覚がなんとなく見ててわかりますよね。わかりますか?こう。これは今ちょっとダフってる。これもダフってる。ってことは、要するにダフってるってことは、バンスがうまくこう当たってるんじゃなくて、ちょっとこっち側が当たってるんですね。だからここはすごくなんていうのが難しいんだけど、こう今バンスうまく当たってるんですけど、簡単に言うと、ちっちゃい距離でも固めてしまうと、さっきのリリースができないので、バンスが当てらんないんですね。だから近い距離でも、それなりにリリースをして、バンスをこう当てていかなきゃいけないんですね。はい。だこれはまあぜひ、今日いきなりは無理だと思いますけど、考え方として、ぜひそのボールはあんまり直接打つもんじゃないよと。手前の構えたところにクラブを落としてあげたときに、バンスが滑ってボールをうまく拾ってこれるんだっていう考え方でアプローチやると、かなりこう狙い目があんまりこうシビアじゃなくなるんで、ぜひここは練習してみてください。ちょっと最後それ練習して終わりましょう。だちょっと一回僕補助しますね。力抜いていきますよ。でね、上げた時に、ちょっとこっち向いて。上げた時になぜうまくいかないかっていうと、上げた時に、これ普段ですよね。はい、でこんだけ視点ずれたら、バンスうまく当たんないです。はい、あそういうことです。はい。これバンス当てられますよね。はい、これバンス当てらんないです。ちょっと構えてもらっていい?ちょっとアドレスして。でも力抜いてね。いいですか?バンス当たった感触覚えて、ね、リラックス、もっとリラックスしますよ。これバンス当ててるのわかります?はい。こういう感触なんです。普段は、そうですね。これは、跳ねるんです。わかります?力抜いて、バンス当たってるのわかるでしょ?はい、わかります。こうやって打てるんだったら、この人うまいなって感じ。
全然音違いますよね。はい、バンスを当てていくんですか。はい。そうそうそう。だからゴルフって基本は、基本はこう、こうだから、これをこう動かすと、戻さなきゃいけなくなるんで、難しいんですね。こういうイメージで実際体回っても、視点はあんまり中心から外れてないんですよ。でも、視点を中心から外しちゃうから、すごいアプローチが難しいです。はい。そう、そう、それが一番簡単。よくこう、プロがこう、ワッグルするじゃないですか。あの感覚で打つぐらいの気持ちの方が簡単です。はい。だから今週、今平周吾プロ、もっとまあね、2年連続賞金王になった。もうグリーン周りのアプローチとかも、まあ柔らかいわけ。全然固めないの。もう遊んでんのかなぐらい、やっぱりクラブをちゃんと動かしてます。はい。だからそういう感覚で、バウンスをトン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 ってこう当てる練習すると、アプローチうまくなるんで、ぜひやってみてください。それも動かしすぎ。それでいいんだよ、それで。それでただバウンスボーンってぶつけてみて。そう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 。そう、こうやって、全然違うでしょ今の方が正しい当たり方。うまい。こうやってバウンス当ててくるんです。まあ、当然中心がずれないから、入り方が安定する。でもあんだけ視点ずらすと安定しません。これはもちろんパターンも一緒ね。なんで中弱とか長弱が簡単すぎて中心なのかというと視点がずれないからです。普通のパターンも視点がずれなきゃいけないんだけど、こうやって打ってる可能性があります。アプローチ見る限りは。ね。だからパターンもちょっとそこに注意してください。はい。はい。さあやってみましょう。今のバンス当たってないんですよ。構えてもらっていい？構えてもらっていい？力抜いていいよ。握って、リラックスして。うわ、気持ちいい。気持ちいいでしょ？っていうか、リアクション大王だね。今の感じがバンスが当たってる手応え。そう、全然力いらないです。そう、うまい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 。こうやってバンスのが当たる音すると、あ、この人アプローチうまいなってこと、わかります？僕まだ、年代の毎週芝生で練習させてもらってるんですけど、今の当たり方が綺麗に芝生でも、船はこう、振って止まる球じゃないですけど、そう。何て言うんだろうな。ちょっと低めに出て、ちょっとスピンかかる感じが今の感じです。自分の中で今打った感じで、あ、ダフったなっていう。そう、ダフってないんだよね。だから、例えばじゃあ、ダフったら、どういう感じかっていうと、構えてもらっていい？いい？これダフりね。あ。これはわかるでしょ？で、今のはあからさまだけど、構えてもらっていいですか？これもダフりなんですよ。これダフりね。構えて。これダフりじゃないんですよ。微妙に違うんですけど。今のは、音が違ったの分かりますか？影原さん。ここが地面に最初に落下したか、ここが地面に最初に落下したかの違いです。ここを最初に地面に落下させるか、ここを最初に地面に落下させるかで、今のダフリかバウンスかが変わってくるんです。だから、基本的に、こう、ざっくり嫌だなとかっていう時は、やっぱこうやって構えると危険なんです。やっぱりフェース開いておいて、バウンスを当てる練習。だから毎日そんなね、毎週ね、芝から練習できるんだったら、ね、はい、逆目のペタペタのとこに行って、自分の仕方がいかに着衣するかを練習した方がいいです。いつも優しいライバッター選んでる。それじゃ練習の、そのとこ行かないでしょ、だってそもそも。はい、それじゃなんか自己満足でしょ。はい、そうですね。ね、まあそれはちょっと言えない、それは、みたいなもんだから。はい。はい、ね、わかります今練習してもダメ。そう、自分も、だからもう、ペタペタの逆目の薄いとこに行って、バンスが当たったら全然怖くないなって練習した方が上手くなる。じゃ、これちょっと見てください。これ見てください。はい、打ってください。あ、めっちゃバンス使うんですよ。本当だ。これはもうハンドファーストで構えてないから、バンスが当たるしかない。だからアプローチ得意なんですよ。得意でしょ
なんでアプローチはトップしないのに、ショットがトップするんだって話なんですよ。わかりますよね、もう一回もう一回もう一回。全然直すことない。ショットするダメだよ。そうそう。絶対手前から滑ってるでしょ。ただ今のはちょっと手前すぎるんですよ。だからあれはちょっとハンドレートすぎるの。今の当て方をノーマルの構えでやったらもっと良くなります。左手をもうちょっと、ちょっとだけハンドファーストに構えて。もうちょっと。でそれでいつもの打ち方して。そう。まあでも滑ってるの分かりますよね。あれだけ手前に入ってもバウンスが仕事をしたら。そう。リーディング位置が当たらなければ全然関係ないです。ざっくりとかじゃならへん。絶対なりません。ざっくりあんましないですよね。ざっくりしないって言い切りちゃうぐらい、全部バウンスが当たってるの。それがショットもだから困っちゃうの。ショットはこう。ちょっとハンドコース。ちょっと高いなんですけどね。そう。あ、うまいね。うまいね。うまい。アプローチはうまいって言われる。だからそれはバウンスの使い方が分かってるか。っていうことなんで、ぜひこういうね、こう、ちょっとしたテクニックだけど、やっぱり脳を変えることによって、すごく難しく感じたものが簡単になるので、まあ今日はちょっと本当に、己を知っていただくっていうことと、基本的なアドレスと、あとは個々に、やっぱり問題点は、ちょっと、一つずつお伝えしたと思うので、ぜひそれを持ち帰って、ぜひ練習なさってみてください。はい。こんな感じでよろしいでしょうか。はい。ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで終わりたいと思います。はい。今日はもうわざわざ、遠くから、来ていただきまして、もう2時間以上がっつりやりましたけども、まあたまにはこういうグループレッスン的なのもですね、やっぱりこう非常にこう、お互いがこう勉強になると思いますし、非常に良かったんではないかなと思いますので、まあ、ぜひよかったらご覧いただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。